皆様お元気でしょうか。明日はもっと幸せよ、独身女性たちのつぶやき朗読ライブしていきます。はい、ちょっと今ね深夜の時間になっておりますが、きっと見られる方は明日の朝とか昼間とかでしょうかね。はい、独身女性の胸の内朗読していきます。会社勤めで得たものは親友という宝物、杉本志乃さん56歳の方です。あ、菊池さん、秀子さん、お久しぶりでございます。ご視聴ありがとうございます。夜中なのに起きてらっしゃるんですね。はい、朗読していきます。杉本志乃56歳。杉本志乃さんは父親の顔を知らない。志乃さんが生まれてすぐに両親が離婚したからだ。気丈な母親は父親の写真をすべて捨てた。生計は家賃収入で賄っていた。母親はいつも家にいたので、さほど寂しさを感じないで育った。母親の楽天的な性格の影響も大きいだろう。母を母親と思ったことはありません。ものすごく行動的な人です。私が小さい頃はいつも家にいましたが、小学生ぐらいになった頃から市内をミニバイクでスピードを出して走り回っていました。まるで中年暴走族ですよね。敵は父兄さんだと常々言っていました。母は日本舞踊を教えていたんですが、あちらこちらのお教室までバイクをぶっ飛ばして行っていたんです。母がくよくよ悩んでいる姿を見たことはありません。太陽のように明るい母だったので、私も明るく過ごせたのだと思います。母には感謝しています。母親の血を引いてか、志乃さんは子供の頃はガキ大将だった。体を動かすのが大好きだったんです。男の子に混じって野原を走り回っていました。小さい時は野球選手になりたかったんです。小学校3年生の時にソフトボール部に入りました。野球が大好きで、暗くなるまで男の子たちと野球をして遊んでいました。野球の女子プロがないと知ってワンワン大泣きしたのを覚えています。志乃さんは中学時代はバスケット部、高校は剣道部で活躍する、命がけで部活をしていました。初恋は高校生の時、同じ剣道部の同級生でした。ずっと彼に片思いでした。告白する勇気なんてありません。告白していい友達関係を壊してしまったらと思うと怖くて言い出せませんでした。友達として平気な顔をして仲良くしていましたが、心の中ではいつもときめいていました。高校を卒業すると服飾の専門学校に進み、デザインの勉強をした。この頃から志乃さんは油絵を描き始めた。同時にスキークラブチームに所属し、2年間でスキーのインストラクターの資格を取得した。22歳で地元の企業に就職、業務部に配属された。仕事は面白かったです。毎日夜の9時頃まで残業の日々が続きました。先輩の男性が3日に1度くらいの割合で食事や飲みに連れて行ってくれました。冬になると毎日遅くまで仕事をしているのですが、金曜日の夜に夜行でスキー場に行き、土日と滑って月曜日の朝帰り、そのまま仕事という生活を続けていました。体が丈夫だったからできたんでしょう。健康そのものだった志乃さんだったが、24歳の時に通勤電車の中で具合が悪くなり倒れた。それでもスキーの大会がいくつも入っていて、無理をして参加を続けていたが、とうとう入院することになった。1週間高熱が続いた。さまざまな検査の結果、原因不明の難病と診断される。治療にはステロイド剤を使う。そのステロイド剤のためにさまざまな副作用が出て苦しみ、1年間入院をした。その間会社は休職扱いにしてくれた。1年後ようやく退院することができた。運動好きな志乃さんだったが、病気のせいでスポーツすることは医者から止められていた。母親の勧めで小さい頃からやっていた日本舞踊を再開した。退院して1年が経ち、志乃さんは26歳になった。母親の知り合いが家を訪ねてきた。志乃さんの結婚話を持ってきたのだ。相手は27歳の独身男性で、パイロットをしている人だった。
稽古場で何回か会ってるうちに日本舞踊を踊る姿や明るくおおらかな性格に惹かれて、志乃さんと結婚したいと言ってきた。退院して1年が過ぎましたが、まだステロイド剤を服用していました。自分の健康に自信が持てませんでした。まして薬の影響もあるので、無事に子供が産めるかどうかも分かりません。そんな状態で結婚できるわけがありません。病気療養中ということで結婚を断りました。その後10年間は会社と家だけを往復するような生活が続いた。なんてつまらない人生だろうって思いました。もう死んでもいいやと思って薬を飲むのをやめてしまいました。薬をやめて半年も経ったでしょうか、体の調子がいいんです。その時私は病気でないって感じました。それでゴルフを始めました。以来体の調子はすごくいいです。誤診だったのでは。だとしたら私の10年間を返してと言いたいです。24歳から34歳まで女として花のある時期を病気のために会社と家の往復だけで過ごしてしまったんですから。もちろん男性とお付き合いすることもありませんでした。普通だったら恋を楽しむ年齢だったのに。34歳で健康を回復した志乃さんは職場では教育部に異動になった。9歳年下の男性とペアを組んで仕事をすることになった。志乃さんと年下の彼とはすごく気が合った。やがて仕事の後、よく2人で飲みに行くようになった。毎日顔を合わせているのに、話が途切れることはなかった。志乃さんは彼に好意を抱いたが、そのことはお首にも出さなかった。一緒に仕事をするようになって3年が経った。2人の間には何もなかったが、職場で2人の仲が話題に上るようになった。ある時、志乃さんは上司から呼ばれ、二人の関係を聞かれた。ただの同僚です。と答えたが、上司からは周囲の者が二人をただならぬ関係と見ている。ということが伝えられた。その後すぐに二人とも配置換えになってしまった。9歳年下の彼から年が近かったら、志乃さんと結婚したかったって言われました。私も彼のことが好きでした。職場が変わってしまったら顔を合わせることもありませんでした。その後配置換えになり、新しい部署で13年間働き続けた。志乃さんは52歳の時、30年間勤めた会社を辞めた。退職後は失業給付金をもらいながら自宅で末期がんの母の介護をした。母の介護の経験を生かしヘルパーの資格を取りました。50歳を過ぎての再就職は厳しい。たまたま30年勤めた会社の元上司が会社を辞め、第二の就職先として老人保健施設に再就職していたのです。その方が来ないかと呼んでくれました。ヘルパーの資格を持っていた志乃さんは、元上司の誘いで介護職員として再就職したが1年で退職。初めて仕事の大変さを知りました。認知症の利用者と毎日過ごすことは勉強になりましたが、給料は生活できるものではありませんでした。その後、施設の同僚の勧めもあり、百貨店に契約社員で働くことになった。30年勤めた会社で私に残ったものは親友という宝物です。今でも連絡を取り合い、毎月1回みんなで美味しいものを食べに行っています。老後を楽しく過ごすにはいい友人が必要です。仕事の後はスポーツクラブに通っています。ゴルフにも行きますし、生活をエンジョイしています。体が健康であれば何でもできますからいいのですが、病気になった時のことを考えると不安になります。健康を維持するためにもスポーツクラブは通いは欠かせません。もし一緒にスポーツを楽しめるような男性と巡り合ったら結婚してもいいなとは思います。でも生活を束縛するような人はダメですね。はい、どうでしたかね。まあ56歳になっても、この志乃さんはね、一度も結婚されてないんですけど、まあ結婚願望がやっぱりあるんですね。一人は寂しいということでしょうか。はい、でも束縛はされたくないと。だからなかなか難しいかもしれませんね。でやっぱりこの志乃さんのお話を聞いても、健康はね、宝なんですね。はい、やっぱり私自身も本当に
あのヨガ講師になったなってよかったって本当に思っています。もう実はあのフリーライターフリーエディターであのお仕事していた時のが今のもう何倍も稼いでましたのでね、あの金銭だけを考えたら、まあ、あの執筆業であの頑張っていた方が全然良かったんですよ。で、まあ、ライターの仕事もいろんな方とお会いできるし、通常だったら会えないもう超一流のね、その綾子さんとか、もう亡くなりましたけど斉藤茂太さんとか、そうそう、あの芸能人ではあの人誰だっけ、あ今出てこなくなっちゃった、あの増美さん、足の長いあの素敵な長澤まつみさんも取材したり、赤井秀和さんも取材しましたし、まあ、ピンからキリまでいろんな方をね、あの10年間で取材してきましたけど、まあそれがそれで楽しかったですね。でもう一流の人と会うとやっぱりオーラもあるし、もう物腰も違うし、全てあの勉強になりましたね。あのやっぱりね、一流の人っていうのはね、選ばないです。本当に気さくに接してくださいますね。だからやっぱり人間力がないと一流になれないんですねっていうのを感じました。まあ、勉強もさせていただきました。ですがね、ヨガ講師になって本当に良かったなと思うのは、もう本当に私はひどい頭痛肩こりだったんですね。それが本当にヨガで治りました。この篠さんも言ってました、やっぱり健康な体がないと人生は楽しめません。なので、まあ、お近くにヨガスタジオがある方はぜひヨガ始めてみてはいかがでしょうか。そして私のあの加工ヨガスタジオでは、オンライン、あのどのレッスンもあのオンラインで、あのリアルのスタジオと一緒にオンラインも同じ時間で受けられますので、遠くにいらっしゃってる方はオンラインで申し込んでいただけたらと思います。まあ、宮城の方とかハワイの方とか、サンフランシスコ、そしてあの沖縄、広島、ね、遠くの方もあのオンラインで受けられています。でオンラインで受講希望の方は、あの加工ヨガのホームページの問い合わせ欄からでも、あのスケジュール表の中でもオンライン希望ってあの書いていただいたら、銀行の振込口座をお知らせしますので、一応現金あの振込確認されてからオンラインの場合はあの受講可能ということになります。リアルで受けられる方はあのいつでも加工ヨガスタジオに来てください。あの満員は水曜日の11時からの楽々ヨガは満員ですから、あのレッスン入ることはできませんが、それ以外はあの全部あの空きがありますので、あのどのレッスンでも入られます。はい、今日でまあ終わりましたね、ノードクライブ。はい、あのみんなね、幸せになるためにいい方と出会って、あの幸せな生活を送ってほしいと思います。はい、それとですね、あのやっぱり恋は一瞬かもしれないけど、愛は長い時間をかけて育むものですね。でお互いにあのは欠点がない人はいないので、あの目をつぶらなくてもいいけれども、やはりあのお互いに我慢したり磨き合ったり、あのこう直してほしいところがあったら、あのこういうところが嫌だから直してくれないかしらでね、あの優しく言ってみてはいかがでしょうかね。私ももう結婚運10年っていう、あの銀婚式はもう過ぎましたので、目指すは金婚式なんですね。まあ少々難あり夫でございますが、はい、あの何度離婚したいと思ったことかね、あの忍耐に次ぐ忍耐、ヨガスートラの中では結婚生活は修行というふうに捉えてます。修行してます私は毎日。はい、もうそしてもうね、あの諦めたというか、あのちゃんと夫を見取って、あの見送りしてから私があの世に行きましょうと、あの覚悟を決めております。まあ、あと30年はね頑張って生きていきますので、でもあの長生きするよりも健康で長生きするっていうことが大事ですよね。そのためにはヨガはおすすめです。ロードクライブからあのヨガの話になってしまいましたが、はい、あの
ひでこさん、本当にありがとう、ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、アーカイブで見る方もありがとうございます。それではまたお会いしましょう。作家でヨガ講師、カコでした。そう、告知しておきますね。5月の22、23、24、月曜日から水曜日、3日間キャンペーンをやります。素敵なプレゼント3つ用意してますので、ぜひキャンペーンに参加してくださいね。